きは走左側に沈み残ってるのは、まあ、左側でこのその上を行くこの首都高工事中、関東工事中のこのコントラストがすごい。で、今こっちに入るのから分かるように、あとは水上、まあだからその道路っていうのは道路の面が上がったり下がったり当然しないので、これは水の上ならではそれも。あと、まあ、すでに感じておられると思いますが、水面を行くっていうのは東京で一番低いところから街を眺めることになるので、一般道ですら今僕らが立ってる水位が高いとはいえ数メートル上、なので、ちょっとこう東京の底から街を見上げるみたいな感じのまた面白いで、この先ですね、だから首都高がこういう丸い橋脚がこうに沿って我々行ってるわけですが、最初がこれが、一番新しい、まあ、首都高が一番新しいですから、手前の新時は橋って書いてあるのが、一般道。鉄って頑丈なんだなっていうことが分かる形式ですね。ほとんどアーチはなく柱もなく行っていると。で新幹線が超やっぱ特別に作られてるっていうのが分かる。でこう首都高の橋が苦労してなって、ここが、2連のアーチとここがでっかいアーチ、このでっかいアーチとこの2連のアーチっていうか時代が違って、この感じがで、このでかいアーチが一番古くて、くぐれ終わった後振り向いていただくと分かるんですけど、鉄道省時代の、紋章が入って水の上からじゃないと見れないので、これ結構貴重で、こう振り返るとアーチのスパンが、あ、向こう3連か、でかいアーチで1個で回ってまた帰ってんのと、3連のアーチと、新幹線の超頑丈にできてる高性の橋っていう。でこの先方のやっぱりこう神田橋の出入り口のところは僕は結構やっぱりグッとくるポイントで、こう真ん中がそのまま行くのに両側がぐわーって降りて一般道に接続するこの感じで、地上でも神田橋の出入り口って結構なんかこうせせこましいというか、いきなり急カーブで狭い感じですが、それが下から見ても分かる。このなんか足場いいよね、曲面具合がよく分かって、結構水路がやっぱくねくね曲がってるのが、こう橋を通り抜けて先が曲がってたりすると、こう展開がドラマチックでいいです。ここ SG カーブで結構いいとこです。まな板がすごい左のとこも、ここはあれですね、九段下のあたりか、この幹線道路ってこんだけ広い道路の広さがよくわかる。下と繋がるんだみたいな驚きというか、僕が最初に船乗った時びっくりしたのはやっぱり、車で日頃移動する人って電車で移動するのに慣れてる人と東京の捉え方が違うんですね。こことここが近いみたいな感覚っていうのは使ってる交通機関で随分認識が変わるんですけど、変わってまた第3の結びつき方をしていて、こうやっていくとこここんな近いんだとか、こういう風に繋がってんだみたいな、驚きがあります。僕が最初乗った時それがびっくりした。この正面のこの梁、
がこの足の下ろし方も全体的に右側にこう構造が寄ってんの、左は土地作らせてもらえなかったんだな。でこっからあの柱の立ち方が急に変わるポイントがこの橋をくぐったところがあって、右にも左にももう足を下ろすことができなかったので、真ん中に太いのを立てて、ここでどんどん変わっています。上走ってるとわからないけど、やっぱ船で行くとか、こうね、悪者にされがちな人がいかに四苦八苦して、立っているかというのが、足を見るとよくわかる。唯一ではないんですけど、珍しく残っているゴミをバージ船というその船に、23区というか、何区の都のゴミを収集したのをここで船に積んで、中央防波堤に持っていくっていう、ゴミの積み。さあここがうちの水です。でこれすごいことに本当すごいことになっていますよね、これね。こっち側がお茶の水橋で、向こう側に聖橋が見えて、写真でご覧になったことあると思いますが、聖橋がドーンと見える風景が、まあこの手の神田川のクルーズのハイライトになっていますが、今こうヤードが作られちゃって見えないんですが、僕は結構これ貴重ですよ。もう何年も先にはもうこの風景は見れないわけなので、今のうちこう収めておいて方がいいんじゃないでしょうか。いや、今までの橋と違うのはこう丸の内線をね、線路が見えちゃう、見上げると見えちゃうっていうこの感じっていうのは鉄道ならではなので面白いですね。道路はそうはならないですね。そして正面には高い位置に総武線があるので、やっぱこう万世橋交差点とかこう地名でよく口にする橋の名前って、まあ、日本橋もそうですよ、いくつかありますけど、地上歩いてるとあんまりそのなんでわざわざその橋がどれほどすごいかみたいのはわからないですけど、この川の上から見るとやっぱ気合の入った橋っていうのは違うんだなっていうのが、よくわかります。でこのアーチの形状も万世橋ってすごいこうエレガントな、まあ、曲線をしていて、かっこいいですね。ここの首都高の右のもうすぐ先のところが、箱崎ジャンクションのところです。まあすぐにここから見るだけで箱崎ジャンクション複雑だろうなと気配が伝わってくる。このでっかいカーブとか、僕はかなりグッとくるところですね。で、今までの裏側からすると、ここら辺の裏側ってやっぱ気を使ってるのがわかると思います。で、最初に乗った瞬間はあんまり気がつかなかったかもしれませんが、日本橋の裏側って実は首都高散々悪者にされるので、裏側、首都高にかなり気を使ったデザインになっている。到着の時にもう一回見てください。今までぐーっと見て回ったむき出しのこうリブとか箱桁の構造むき出しとは全然違う装飾が施されております。気使ってんですよ。僕に言わせれば別に気使う必要ないむき出しがかっこいいって思うんだけど、ここが今日の最後のクライマックス。僕が大好きな江戸橋ジャンクションです。で、なかなか水の上からだったら取れるのになって先ほどお話ししたのは、ここに来るのが最初の僕が町なんかで出した最初の動画で、最後にバスの動画、江戸橋のスカイバスの動画を見てましたけど、あれがこのかっこいいよね。初めて来た時は本当に興奮
それだけなんかこうね気取ってるでしょ、気使ってんですよものすごく。ということで、一周しました。